マクジェイさん、体操お願いします。これってめちゃレジエ歴舐めてるよな。多分ラッキーで見てるんだろうけど、これ多分ね、レジエ歴に化ければラッキー出てきてくれるんで、あとトリックルームはなさそうだな。トリックルームはなさそう。これレジエ歴バンバン出してっていいな。エレキに変身して、ラッキー誘って叩きたい。で、レジドラゴンの通りももちろんいい。で、ゴリランダの通りは悪い。トルネロスがいるから。うん、これも戦術は一緒かな。てか、めちゃくちゃ壁レジドラゴンも通りやすそうやけど、まあ、エレキ通してった方が強いだろうな。エレキに化けますね、これは。レジレジ、ゾロレジレジ。この戦術いきます。一応コンセプト的にね。そうなんす。で、相手が、このレジエレキに向かって何を押すかやね。ただ今回、これゾロアークに化けてるんで、ミラーコート当たらない。カウンター押せるかやね。叩き落とします。とりあえずお盆の実を叩けるし、ほい。相手これでびっくりするでしょうね。お盆の実かな？オッケー。よーし。いいですね。で、これでバレたな。カウンター飛んでくる可能性があるんですけど、これは二段につけます。アンコールは打てないんで、ここ。まあ、打てたとしても睨みつける連打で負担はかけられるカウンターね。OK。で、ここはアンコールを飛ばされると困るので叩きます。この順番ですね。睨みつけるがまさかケンタネ環境で睨められるとは思わんかったでしょうね。ほい。ここをアンコール押したら強い。OK。そうなんすよ。ほぼほぼ無償突破。これはでかい。もうゾロワークなはバレてると思うけど。叩き落とします。OK。なんすほぼ無償で落としたのでかいっすね。さあ、睨みつけるが生きていく。叩き。で、これ、叩き落としてこだわってしまっても、一応、負担はかけれるんで、問題ないと思う。さあ、こっからだな。ニョロトノか、オッケー。ニョロトノはレジエレキで縛れてるから別に。し、削れるんで、これ、エレキどうやって対応してくんのかな？エレキの通りめっちゃいいんで、ラッキーで対応してる可能性高いと思うけどな。叩き落とします。ダイマー。ニョロトノにダイマーか。何持ってんやろ。とりあえずこれ持ち物叩けますね。弱点保険、あ、一応こいつダイジェット覚えるな。確かニョロトノって、確かダイジェット、これ飛び跳ねる覚えるんで、腹ないこダイジェット型かも。弱点保険とかやったら嬉しいのかな。弾でもいいね。最悪耐えてほしい。ダイジェットかな。あ、いいね。これ急所か。あ、弾か。オッケー。これジェット使えるよね。よし。耐えないかそれ。オッケー耐えるね。よしで、ニョロトノって多分、最速にしないとレジェレキ抜けないよね。まあ、抜かれても大丈夫かな。ワンチャンダイナックル打たれるけど、レジェレキ圏内に入りましたね、これ。叩きで。ゾロアーク抜けてる？あ、抜けてる。ジェット2発、OK。これで抜かれたかな。いいよ。で、問題はラッキーかな。ちょっと二段階アップでレジエキが抜けてるからね。ニョロトの一応70なんですよね。だから135か。じゃあ134か。素早く268。これが最速かどうかやね。最速大ストリームでレジエキが落ちるかかな。多分物理型やと思うんですけど、大丈夫打つってことはね。ダメージ計算します。アメ大ストリーム。耐える。エレキからいきます。で、ラッキーがいる場合、ラッキー戻す可能性あるから、これは、見てから見てからワイルドボルトに切り替えればいいんで、これは第3の方の火力が出るからこっち打ちます。で、抜けてればそもそもいいしね。ダイマークス。さて、318あれば絶対耐えますね。抜かれてない、OK。さすがに仕留めきれる。畑落とす入りすぎやから。オッケー、ニョロトの撃破。で、これでフィールド塗り替えることができたので、ラッキーが後ろから出てきても、物理媒体のワイルドボルトでオッケー。かな？まあ、レジ歴の通りはいいんでね。後ろから誰が出てくるかですが。ラッキー、オッケー。これは、物理媒体で連れてきてるので。やっぱこれ、AC にしててよかったね。第3が。両刀です。これめっちゃ入るよ。8割ぐらいいくん違うかな。はい、OK。いい対戦ありがとうございました。よーし。物理型かよってなってるかもしれないけど、一応両採用です。ラッキーとかハピナス崩すためにね。対戦ありがとうございました。割っちゃった1500。
お願いします。おお、湯の民を感じる。いいね、このアグノムゾロアークミラーって怒んねや。この並びですら、並ぶってすごくない？で、これね、エレキめっちゃ重たいから、あのね、シルバディ、地面だと思うんですよ。100、100。これちょ、俺確信持てんねんけど。あれ地面だと思うんだよな。なので、シルバディ誘いたいし、で、たまにね、これニンフィア怖いと思うんですよね。ニンフィア怖いちゃう。相手レシドラゴン怖いと思うから、これも、できたらドラゴンに化けたいけど、エレキに化ければシルバディ誘えそうかなってとかね。エレキに化けたい。シルバディの、エレキメモリーってトリックでパクれんの？で、そこめっちゃ心配やねんけど。それ考慮するんやったら、レジドラゴンに化けてニンフィア誘った方が強いかな。そうするか。ゾロアークレジエレキレジドラゴン。エレキメモリーってトリックでパクれます？パクれるんやったらエレキからでいいねんけど、対戦中にタイプ変わることってない気がすんのよな。待って。調べよう。エレキメモリー。なんか取れない気がするよな。あ、書いてない。書いてないぞ。どうなんやこれ。書いてへん。V ランダー OK。これはドラゴンに変身できてるので、俺目線は相手目線は振りたい目に見えてるはず。故にニンフィアに引く可能性があるから、これは二十歳からやね、一旦。ゴリランドの助けを終わりたいので。これは二十歳落とす。こいつに向かってグラスライダー打たないので、二十歳落とすから。またニンフィアに引くしね、これ。来た。これはいいね。畑落とすトール。これでレジドラゴンの一貫性ができたかな。畑、何持ってる？いいの持ってんね。これは、プレゼントしようか。トリック。狙いの的をニンフィアに押し付けます。できたら二段目つけるまで撃ちたいねんけど、やらせてくれないだろうな。さあ、これでレジドラゴンの一貫性ができましたよと。ハイパーボイス。いい感じですね。で、ゴリランダーはレイズドラゴンで相手しないといけないので、できたら、これ、ダイマ通してくれるかな、レイズドラゴンの。ダイマ通してくれるなら激に打つ。あれはエレキ出してワイルドボルトかな。これ、レイズドラゴンの HP をフルで残しとけば、ダイマ残してなくても勝てるんで、これ、エレキから出して、で、ワイボで削るが強いかな。ワンチャンはシルバーで寄らにいる可能性あるから、これはワイボで、ダイマキン弱い。ワイボでいきます。これニンフィア残しとけばレイズドラゴンに勝てる可能性相手あるから、ニンフィア残す可能性あるよね。グラスフィールドの会話ちょっと邪魔ですね。ワンチャンダイマ切るかな、ニンフィア側。打ち負けそうですけどね、ニンフィアって。どうなんだろう。あ、オッケーオッケー、ダイマ切らしたんでかい。よし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 。オッケー。それだったら、まあ、レレキにダイマックスを切りに行ってもよかったんやけど、これ、グラスフィールドがなくなるはずなのと、もしかしたらダイマックスに合わせて、ウォールを合わせてきてくれる可能性があるから。ニンフィアダイマックス、ワイボー、オッケー。いいダメージ取りますね。よしよしよし。これ、ダイナゴン圏内に入った説あるな。で、ダイフィアリー、オッケー。ただ、これ、ダイフィアリー撃たれたんで、ちょっと厄介っすね。ダイフェアリーは、ダイドラグーンの火力下がるからな。となると、これ、落ちないな。落ちないから、ダイフェアリー受けて弱点保険起動して、打ち合った方が強いね。それすると裏のポケモンが出てきて負けか？レドラゴがグラスライダー圏内に入って負けるか？ダイフェアリー食らうと。ってなると、2連ウォールして激凛通した方が強いか？そっちの方が勝ち目あるかな。で、ミスったとしても弱点保険起動するから結局一緒になりそうだね。これ2連オールが多分一番強いな。2連オールします。結局ダイフェアリー食らっても能力上がんのは一緒やもんね。ならば2連オール追いかけた方が強いかな。レジドラゴンの体力管理をフルでした状態でゴリランダーと勝ち割りたいんで。ミストフィールドある状態で、ダイドラグーンって、ニンフィア落ちるかな？半減あ、でも弱点保険起動するからいけるな。ダイボール。
あ、来た！オッケー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 。で、ちょっとね、大ドラグーンで落ちるか計算しますね。これでダメージ最小限に抑えられた。ルーズドラゴン。竜の牙でもいい、大ドラグーン、ニンフィア。このニンフィアが耐久振ってるかにもよるんだけど、ニンフィア、ノーマルタイプで計算して、これにミストフィーブですね。あ、6割入る。でもこれはただ耐久振りやな。5割入る。それやったら弱点保険起動させた方が強いのか。で、飛んだら強いから、でもこれすると落とせなくなっちゃうから、落とせるなら落とした方が強いんだよね。ちょっと飛ばしてくれたら嬉しいが、いっけ！オッケーいや、これ有効有効やけど、狙いの的取り組む効果ですね。オッケー、これ体力維持できたんで、ワンチャンゴリラに勝てる。裏次第。ゴリラだ。で、グラフィンも乗るから、あとはレジドラゴンが一貫取れるかですね。ゾロアークに上取られたりするとダメなので、これね、ほぼ有利対面だったと思ってるんで、ゴイランダーは。で、トルネロスを抜かないといけないから、ここは流米します。グラスサイド、オッケー。勝ち負けでも2角取られへんでしょ？オッケー。よし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 、いいね。で、火薬も入るから、流米して、問題はタスキかどうかかな。まあ、タスキでも一緒かな、これ。相手これ、ガムシャラされる可能性もあったもんね。仲介激凛をしてもいいけど、まあ、これは激凛ですね。タスキーだったりするのかな。これで1枚できたから、レジ、トルネロさん抜ける。ガムシャラに切り替えてる。そしたらめっちゃ強いけど。あ、オッケーオッケーオッケー。よし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 。でかいでかいでかい。ゴリラ撃破。さあ、竜前積んだレジドラゴンは、まあまあ止まらんで。まあまあ止まらんで。トルネロ、オッケーいける。スカーフでも風は耐える。エアスナヒルミだけ負け筋。トルネはさすがにワンパンで飛ばせる。激凛。オッケー、いい対戦ありがとうございました。まあちょっと運絡んでましたけどね。よしよしよし。よく勝てたね。対戦ありがとうございました。